おはようございます。おはようございます。はい、今日は今から奄美大島のなぜから、うん、じゅんじゅん沖永良部島のことまでに行きます。じゃあフェリーで行きましょう。はい、船内です。はい、ちょこっと船内の紹介です。うん、後ろに2棟があって、うん、私たち2棟なんですけど、はいはい、あの行き過ぎによって寝る場所分かれてます。部屋が分かれてます。こちらはワードマリン。朝日が出てきましたよ。朝日が出てきた。行ってきます、沖永良部。行ってきます。いや、めっちゃぐっすり眠った。到着しましたね。到着しました。沖永良部島めっちゃ綺麗よ。めっちゃ綺麗、いい天気。じゃあちょっと降りてみましょう。はい、イエーイ。はい、到着しましたね。到着しました。名所里沖永良部。めっちゃ天気いいよね。はい、仕事も来たんだよね。うん、来たよじゃあちょっと沖永良部巡ってみましょう。レンタカーはとりあえずどっかに置いてあるらしいので、それ探さなきゃいけないです。はい、ありました、レンタカー。レンタカーありました。置いてある感じで。はい、本日のお昼はここ西郷食堂さん、行ってみよう。本日のお昼です。めっちゃ豪華、エビジルゼンです。すごいね。すごい、うん、まず伊勢エビのお味噌汁、はい、ご飯に揚げ出し豆腐、はい、お刺身、たくあんにもずくです。めっちゃ美味しそう。美味しそう。じゃあいただきます。いただきます。早速。すっごい美味しい。出汁がよく出てて、はいはい、体に染みます。見て、身が下見て、身が下の方までぎっしり。すごいね。ね、プリプリ、やばい。プリプリ。甘い。すんごい甘くてとろける。新鮮。めっちゃ美味しかった。エビ汁が美味しすぎて、エビのポテンシャルの高さを感じました。大満足。大満足です。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。こんにちは、デコワス。ここはですね。はいはい。わしが。はいはい。文久2年、1862年に流罪となって、うん、この猪部港に上陸して、で、和泊にある牢屋まで歩いたんでごわす。めっちゃ読んでるやん。西郷隆盛の歩いた道。そして再び今、上陸しました。なんじゃそれ。
はい、続いて、はい、ふーちゃんに来ました。はいはい、こちらは島の北部にあって、うん、はいはい、の長年の潮のね動きとかで形成された潮吹き穴があるそうです。おお、後ろめっちゃ綺麗よ。絶景よ。ちょっと行ってみよう。はい、行ってきます。ここ本当にやばい。すごい。もうね、この穴、はいはい、すんごい大きいんですよ。もう長年ね、長い年月をかけて形成されたこの地形、はいはい、そしてここの海、はいはい、もうコバルトブルー、すんごい綺麗。そしてね、ここに広がるこの地形ね、あ、まるでナメック星です。もう本当に感動、すごすぎる。びっくりだね、これね。素晴らしい。すごい。はい、日本一のガジュマルだそうです。大きいね。すごい、なんかパワーを感じました。足埋まってるじゃん。もちもち、わかりますこれ。ほら、もっちりもちもちよ。最高。Thank you.
いや、めっちゃ絶景だよ、ここ。めっちゃすごい、ワンジョビーチ絶景です。ここはまさにミルキーブルー、そして沖永良部ブルーです。命名しました。沖永良部島の中でも、はいはい、一番美しいビーチとも言われてます。おー、まあでも納得だわ、この色は、ね、うん、私たちが今まで見た日本のビーチの中でも、はいはい、一番綺麗かもしれないよね。本当指折りの綺麗さだよ ね。いや、ここはすごいわ。すごい、うん、そしてここ干潟になっているので生き物も、ね、いっぱいいます。気持ちいいよね。ね、すごい気持ちいい。いや、ここ本当来てよかったわ。最高、すげえ。すごい。まるでベルベット、不思議な葉っぱです。南国特有なんだね、きっと。ということで肉厚なのよ。はい、続いて、はい、民奈岬に到着しました。お、後ろに灯台ありますね。はい、うん、こちらは沖永良部島の南の方にあります。端っこの方ですかね。はい、はい、じゃあちょっと行ってみましょう。行きます。おー、おー、やべえ。はい、ということで、はい、すっかり日も暮れましたけどね。あっという間でした。今日は、はい、あの沖永良部島に来て、うん、フーチャと、はいはい、マンジョビーチと、はい、南岬を巡りました。どこも絶景だよね。本当に絶景でした。でも行きたかった場所全部行けたわけじゃないので、はい、はい、本当に見どころがいっぱいです。ですね、明日も引き続きね、ちょっと沖永良部巡ってみたいと思いますので、はい、はい、そこでお届けできればと思います。はい、はい、ということで本日の動画はここまでしたいと思います。このチャンネルでは旅の Vlog やシネマチックムービーアップしていますので、皆さんチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。本日の夕食は天海妙子さん。バイバイ。ここからと豚のサラダ、エスニック風です。ボリューム半端ない。いただきます。いただきます。食べやすいね。エスニック風美味しい。
揚げたて最高。軟骨串とネギマとあとミートうずら、それもとっても美味しそうだね。いただきます。めっちゃ香ばしくて美味しい。続いてチャンプルーです。イエーイ。いろいろチャンプルーされてて最高、美味しい。野菜たっぷり。はい、さらにハム焼きそばとお味噌汁です。ボリューミーだね。ボリューミーです。この組み合わせは間違いない。ということでお腹いっぱい、美味しかったです。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。